こんにちは。今回は飛行機のエンジンに燃料を送り出すキャブレターシステムについてです。キャブレターは次の2つに分かれています。フロートタイプとプレッシャータイプです。フロートタイプの方がより世の中に広まっているようです。プレッシャータイプはより大きい飛行機に搭載されていることが多く、セスナ172など小型機への搭載はあまり見られないようです。この2つのキャブレターの違いは燃料の供給の仕方です。プレッシャータイプはポンプを使ってエンジンに燃料を供給するシステムです。今回はフロートタイプのキャブレターシステムについてご紹介します。こちらはフロートタイプのキャブレターの図です。取り込まれた空気はエアブリードを フューエルタンク内の空気はエアブリードを通って霧状の燃料とエアブリードを通って燃料と混合されます。そしてディスチャージノズルから排出されます。このエリアはベンチュリの法則が発生するように設計されており、ここを通過するときに気圧が低くなるようになっているのです。このエリアを通過して燃料と気体は霧状になり、コンバスチョンチャンバーに運ばれ点火されるのです。その他のキャブレターシステムの構造をご紹介します。この浮きのようなものがフロートチャンバーと呼ばれるもので、これがあるかないかでフロートタイプかどうかが決まります。これの役割は燃料のこの浮きのようなものがその他のキャブレターシステムの構造をご紹介します。この浮きのようなものがフロートチャンバーと呼ばれるもので、これがフロートタイプの名前の由来です。この役割は燃料の残量をパイロットに知らせる役目があります。次にミクスチャーニードルです。コックピットのミクスチャーレバーとつながっており、パイロットがミクスチャーを絞ればこの針が穴を塞ぐ方向に動き、より少ない燃料が提供されます。逆にミクスチャーリッチにするとより多くの燃料が供給されます。この赤いのがミクスチャーレバーです。今は一番手前に引かれている状態ですので、供給される燃料は少ないか提供されていない状態です。これがスロットルバルブです。これはコックピットのスロットルと連携しており、スロットルを前に押せばこのバルブが大きく開き、その逆だと閉じて少ない燃料を空気、その逆だと閉じてより少ない燃料と空気の混合させたものがコンバスチョンチャンバーに送られる仕組みです。この黒いノブがスロットルレバーです。最後にエアインレットをご紹介です。最後にエアインレットのご紹介です。先ほどご紹介したエアブリードからの空気だけでは燃焼する際に空気が圧倒的に足りないので、このエアインレットから吸引されます。先ほどのエアブリードの目的は主に燃料を気化させるためのものです。空気はこの位置から取り入れられます。以上、キャブレターシステムについてでした。